はい、ウッドデッキ20日目くらいですね。やっていきます。もう今日ステップしたな。気をつけて。はい、ここに階段作ります。はい、もう一度。こっちが中央で、何やるんだ。作るものは分かるけど、どうやって作るんだろう。はい、もう見当つかない。なるほど、見えるかな。自分のサンダルが盗まれたと。持ってかれた。ちっちゃいちっちゃい。よし、TV 誕生日プレゼント、サンダル買ってあげた方がいいかも。はい、こちらコンパス。コンパスですよ、これコンパス。ここが中心なんですよ、ここで。今こうやってコンパス代わりに糸で円を描いてますね。素晴らしい。円形の階段を作ります。まあ軽くね、鉛筆でこういう風に円を描いてます。はい、こちらコンパスですね。すごい、すごいね。じゃあ平石ですね。平石ちゃん。あ、どうぞ。平石2つあるんですけど、これにボンド、コンクリ用ボンド。ペタペタ。はい、ね。わー、ボンド、ボンドって感じ。逆じゃん。合ってるか、一緒か。こっち、こっち。ここでいいんか。全然外れてるけど。いい匂い。うん、高さを測る。水平になる。バッチリですよ。OK。いろんな方向から打つことによって耐久性が上がるのさ。耐久性。オッケー。いいね。じゃあここも同じように。うん、こっちも同じようにだね。うん。おっ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 。オッケー、あとは並べていくよ。はーい。じゃあ並べていく。
だいぶ早かった今、うん、おい、うん、取ってから削ってる削る。はい、はい、カットが終わったんで切断面を滑らかにしていきます。こちらでね、次は次何するんでいい。ここの空間ちょっと寂しいプラス風の周りめっちゃ受けるから、この空間にラティスをね。ん？ラティス。ラティス？ラティスとは。これ？ラティスすらも手作りやっていきたいと思います。はい、階段の強度チェックですね。乗っても大丈夫かどうか。今こういう風にね、板で押さえてたんですよ。うんうんうん、行きます。ジャンプすんの？ジャンプすんの？あ、大丈夫そう、大丈夫そう、問題なさそうだね。これラティスの枠ですね。よし、はい、こっち1段目ですね。で、これを本来こうじゃないですか、うん、本来こうじゃなくて、こう斜め斜め。でもこれをここに角に合わせて、角に合わせて、こっちこれ、ね、うん、ちょうどいい感じ。またビス打ちボンバー、あと同時に、同時にやろうかせーの、やってなかったやんでも長かったな。ちょっとずつ合わせた、後ろ。うん、いいね、これ。これがメンティスだっけ、なんだっけルーティス、ルーティス、これルーバーかな。ルーバー、あ、ルーバーはルーバーラティスっていう、ラティスか。そうそうそう、ルーバーね。これに、これが隠れるぐらい、これの下。あー、オッケーオッケー。じゃあ下にこれの上辺合わせればいいんだ。一本入るぐらい、これ、これが入るぐらい、ジャスト、うん、ギリ入るぐらい。いい感じじゃん。あ、いい感じ、いい感じ。あ、そうそうそう、これよ、これよ、うん、これをここにブーってやっていくね。これこれをこれをバーってやるさ、うん、1時間かけて、1時間、2時間で、対面にもあるから、うん、もう約8時間かかってる。これを6枚作る、7枚ぐらい、7枚作るかな。7枚どういう大きさかっていうのをちょっと、これフィットするぐらいの大きさじゃん、はい、今もどんな感じかというと、あれ今いいんだよ、はい、全然合ってない、全然合ってないやつ、全然あ、ちょ、あ、よくこっち打てるよ、ちょ、外側から打ってことかな。あっちとこっちの長さが違うんだ。ここだよって。あ、長さが違うかも。大きさが違うんだ。あっちか。勝手なことをするんだって。勝手。怒られた。俺考えてやってからやってるから。待て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 。はい。逆って言ってる。横じゃん。間違えたんじゃないこれもしかして。逆だ。おお、本当だ。ぴったしぴったし。あ、これ間違え。間違えたでも今まで気づいてよかった。逆に早めに気づいてか、合わせてよかった、合わせてよかった。はい、すでに完成。見て、こんな感じ。立ててみて、あー、すごい。外から見たら多少なんだ隙間はあるけど、全然大丈夫だよ。斜めになってるから水は入ってこないと思う。レベル1ね。はい、ルーバーのテストですね。どれだけ外の雨水から塞げるかっていう実験ですね。さあ、どうだ？どうだ？あ、おお、おお、おお、全然全然。シマフ漫画描き始めたんだ。あの、バウンドしてるやつがかかってるぐらいで、その気が来るぐらいで、直で受けてない、直では受けてないね。おお、そう、次じゃあレベル2、大雨ね。大雨と、はい、沖縄突然のスコールとか多いからね。行くよ、そうだね、行くよ、うん、
別々。分からんかった、もう一回、分からんかった、分からんかった、全然気づかんかった、全然気づかんかった汗かもしれない、もしかしたら、スクイーンあげると思うよそれダメでしょ屋根はある設定だからいけよ、どんなものか、あの自然災害じゃないやつなんか、あの下から見てるけどレベルマックス、いいよ、いくよ、いくよ、うん、儲けだったんだけど、儲けだった、大丈夫、ルーパー関係ないって、めっちゃ寝た、まあ大成功ということで、雨ぐらいだったらしのげるってことですね、全然普通の雨だったら大丈夫、これはあと6枚あと6枚あー作っていく、カメラちゃん移動、カメラちゃん移動、で今ねモーリーとハマちゃんもね参戦してくれたんですよ、4代目、4代目、おお気持ちいい